前半3年生2人のバトンリレーどういきました？
先輩2人がいい流れでバトンを運んでくださったので、差をもっと広げて、7がリラックスして全力で走れるようにって思って、全力で走りました。優勝した瞬間、どうでしたか？すごい嬉しかったです。ありがとうございます。そしてアンカー、浅田選手、3人がつないだバトンを受け取って、どういう思いで走りましたか？絶対前の3人が絶対1位でつないできてくれると思ったので、みんなを信じて走りました。最後、後ろからの追い上げもありました。どう感じてましたか？絶対に優勝できると確信していたので、ちゃんと自分を信じて走りました。最後、先頭でフィニッシュした時どう思いましたか？